さんおはようございます、タイムラプスクリエイター成沢です。どうも、完全に元気でございます。今日は8月16日の朝6時6分でございます。私今いるのが淡路島サービスエリアというところでして、ここで今花瓶を取ってました。近くにトラックがいるのでちょっと音声がうるさいかもしれないんですけど、後で消せるかな。四国カルストに位置する高知県津野町の天狗高原に、天狗荘という宿泊施設がありまして、その天狗荘に行ってきました。撮影のお仕事で行ってきました。私のサラリーマン時代の後輩で星空体験プロデューサーというですね、肩書きで活動している空白の岩城彩香さんという方がいまして、星空体験イベントをこうプロデュースする活動をされてるんですね。彼女がその活動の中で高知県津野町の天狗荘をですね、星空が美しい場所としてもっと売り出そうということで、天狗荘それから津野町の役場の方といろいろコラボレーションしながらですね、天狗荘の星空をプロデュースする活動をですね頑張ってるんですよ。天狗荘自体はもう長らくやってるみたいなんですけど、今月の9月30日で一旦閉館して、来年の6月にリニューアルオープンするそうなんですよ。いろいろそのお客さんを星空で楽しませるような施設に変えて、リニューアルオープンすると、来年の6月ですね、リニューアルオープンする予定みたいで、こう星空プロモーションができる映像があったらいいんじゃないかっていう話になったんですね。私の知り合いにいいやつがいるぞと、その岩城さんが言ってくれてですね、でそれで私に声がかかったという感じなんですね。こうやってね、後輩からお話がもらえるっていうのを、この仕事の話がもらえてるのは本当にありがたい話で、なんかね、お互いフリーランスになってこうやって仕事で関わることあるんだって本当になんかちょっと感動したんですけども、でどうやって行ったかというと、私住んでる埼玉県ですね、その飯能市ってところに私住んでるんですけども、そこからだと車で片道12時間ですね。車で行った理由は機材が多かったのと、撮影自体が丸一日撮影してるもんですから、好きな時に休憩できて寝れるっていう環境が必要なんですね。往復24時間の旅路ですね。で実際天狗荘の空なんですけど、すごくてですね、びっくりしちゃったんですよ。私もそんな経験豊富じゃないですよ。海外とか行ったことないしね、日本国内で見る分には間違いなくナンバーワンの星だったかなっていう感じですね。で今秋なので、秋は山の天候変わりやすい、イコールその雲海とかもね出やすいっていうシーズンなんですけども、結構ねガスる子とか多かったですね。標高1400メートルなんで、ちょうどその雲が横切るところにありますから、曇るっていうよりもね、雲が通り過ぎるっていう言い方の方が正しいかもしれないですね。晴れたら機材設置で撮るじゃなくて、いつ晴れるか分かんないし、晴れて機材設置したらもう曇ったっていうのをもう最初から経験したので、もうこれずっと写真撮ってるしかないなと思って、晴れるタイミングを狙ってずっとシャッターを切って、大量に写真を撮っていったような感じでしたね。もうとにかく天の川が濃い、すごいいい写りでした。帰ってこれから編集現像するのめちゃめちゃ楽しみですけどね。星空タイムラプスムービーいくつか制作してるんですけども、ちょっと最近ですね、表現方法が偏ってきたというか、ある程度ね今のスタイルで確立してきた気はするんですけど、ここからブレイクスルーできてないな、なかなかブレイクスルーできないなっていうですね、ちょっとした悩みを実は抱えていたんですよ。タイムラプスのいいとこでもあり悪いとこでもあると思うんですけども、ワンシーンワンシーンの表現っていうのはすごくクオリティが高いものができるんですが、それをつなぎでストーリー性を出そうとした時になかなかね、そのオリジナリティが出せないっていう悩みがあって、で私もそこでリアルタイム動画を入れたりしてアクセントつけようとしてたんですけども、それでもなかなか自分の気に入ったレベルまではいけないっていうかね、これ言っていいのかな、実はタイムラプスの本を作る仕事をしてまして、今年内に本が出る予定なんですけど、そのタイムラプスの本を
執筆する上でいろいろ自分のやってる撮影方法とかを、まあ、初心者のこのライターさんにですねいろいろ教えるわけですよ。そうするとおのずっとこう自分の撮影方法をこう振り返る体験になってきたんですけども、そんな中でいろいろ発見があってですね、今回その悩みだった動画作品のストーリー性を表現する手段としてハイパーラプスを多く入れようと思ったんですよ。でハイパーラプスって何かというと、わかりやすく言うと自分が動いてって撮っていく、コマ撮りしていくタイムラプスですね。撮影風景こんな感じでちょっとずつちょっとずつ動きながら撮影していきます。手持ちでもいけるんですけども、あの完成度の高い動画を作るにはやっぱその三脚を立てる必要があって、基本は三脚に立ててちょっとずつ動くんですけど、ちょっと人が多い時とかは一脚に立ててやるんですよね。このハイパーラプスを使ってストーリー性を持たせていこうというのが今回の私の挑戦でした。今回のメインの機材はニコンの Z7 とあと GFX ですね。この2台がメインになりました。まあ 8K でちょっと残したかったんですよ。動画の納品は 4K ですると思うんですけど、 8K で残しておきたいなと思って、その 8K 機材を持って撮影に行った感じですね。天狗層はまあ星だけじゃなくて昼間の風景もすごい綺麗だったので、昼間のタイムラプスも動画も撮って、夜とか昼とか関係ないんですよ。時間の経過が分かれば全部そのタイムラプスの表現になって、それが美しければいいので、本当に私の撮影スケジュールっていうのはすごく流動的というか、まあ、基本撮ってるんです。基本ずっと撮ってるんですよ。で天狗像の支配人も止まってかないんですかってすごい気を使っていただいたんですけど、止まるとねやっぱねダメなんですよね。そのハングリー精神が抜けちゃって気持ちいいじゃないですか、基本的にああいう宿泊施設って。撮影に集中したいですということで、車中泊をこなしながら撮影してったって感じですね。アクシデントが結構あったんですよ。まず、1日目の夜着いて、まあ、次の日から撮影しようと天気予報見ると月火水が晴れて、日月火が晴れて、そこから天気悪くなりますよ。でここ1週間は台風も来ませんっていう予報だったので、まあ、最初の3日が勝負だなと思ってたんですね。その2日目のですね、よしこれから撮影だっていう時に車がパンクしちゃったんですよ。レッカーを呼んでですね、都農町近辺でその車のパンク修理を直せるところがないっていうことで、そこから2時間ぐらい走ったですね、西予市っていうところまで行かないと、タイヤが直せないということで、まあ、レッカーでそこまで運んでいただいて、まあ、車を預けて台車をお借りすることができて、その台車乗ってまあ撮影にまた行ったんですけども、まあねすごい夕日が綺麗だったんで、ちょうどそれが撮れなかったんですよ。でまあ落ち込むじゃないですか。パンクしたのでしょうがないなと思いつつも、どこかここが気が晴れない状態だったんですけど、ふと思ったんですね、動画を撮ろうと。もう YouTube のネタにしてしまえとですね思いまして、そっからですねこう記録するこし始めたんですよ。なんかね YouTube やっててよかったなと思いますよね。そういうこうなんかこうメンタルを上げるね、そう動画を撮って悪いこともネタにしよう、すごく前向きになって明るい気持ちで撮影に戻れたんですよ。これ本当に YouTube やっててよかったなと思いますよね。こういう世界もあるんだなと学んだ瞬間でしたね。オズモポケットを落としました。カメラの外にマウントしてつけてるんですけど、いつもこう拭いてからつけるんですよ。汚れてるとあれ取れやすくなるので拭かずにつけちゃったんですよね。で途中で落ちちゃってですね、オズモポケットが壊れちゃったんですよ。実際の撮影でも使ってたし、 4K60p でね結構長く撮れるんですよあれ。オズモポケットがなくてもこういうスマホ用のジンバルを自分は持っているので、まあ、撮れることは撮れるんですけど、やっぱそのオズモポケットの手軽さね、壊しちゃったのはちょっと痛いなと。足りなかったものがあってですね、以前と違って今ね、ロケ班に行った時にある程度その絵コンテっていうか、自分でこういう動画を撮ろう、こういう映像にしようって現地の風景を見て決めるんですよ。で、これ撮ろう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 って感じでこう一個一個潰していくんですけども、それを確認する手段がね、ないってことに気づきましたね。タイムラプスで撮った画像を取り込んで、それをこうシミュレーションするソフトを回せるノートパソコン。
が欲しい。使うソフトはそのタイムラプスや LR タイムラプスとライトルームのクラシックとプレミアとアフターエフェクス、この4つは入れておきたいんですよ。でこの4つがねこう動かせるノート PC ってことになると結構やっぱハイスペックになるんですよ。40万超えじゃないですかね。グラボとメモリをやっぱいいのを積まなきゃいけないのでそれ必要だなと思いましたね。だから今撮ったはいいんですけどちゃんと撮れてるのかな確認してないので、まあ、ミスをしてなければ問題ないんですけど、もし仮にミスをしていたらもうどうにもならないんですよね。だから撮ったその日のうちに気づける、あここダメだったまた撮り直そうっていう風にできるようにノートパソコン欲しいなって今回の撮影で思いましたね。あとこう車の窓を隠す断熱材が欲しいなって思いましたね。カーテン、車の中でちょっとライトつけたいなって時もあるんですけど、そういう時に光が漏れないようにカーテン必要だなって思いましたね。私ですね、遠征先の撮影場所の近くの銭湯に行くのが密かな楽しみなんですよ。ネプチューンの原田泰造さんが出ている茶道っていうねサウナのドラマがあったんですよ。あれね、音楽がコーネリアスだったっていうこともあってめちゃめちゃハマっちゃって、サウナの楽しみ方をあのドラマで学んだんですよ。体はちゃんと清潔にしないといけないですし、今回もねサウナを楽しみました。昨日の夜も徳島でサウナを利用させていただいて、どこもね綺麗で水風呂が広くてサウナも広くてめちゃめちゃ良かったんですよ。すごく銭湯を楽しんだ、サウナを楽しんだ旅になりました。私はですね関西だしのうどんがめちゃめちゃ好きで、この辺りに来ると必ずうどん食べるんですよ。ここでその関西だしのうどんを食べて、で香川に移ったらこの讃岐うどんに変わるじゃないか、そのうどんのね文化の変化をこう楽しみながら旅をしたいなって思って、まあ、両方食ってきましたね。とても美味しかったです。こんな感じで、いつも撮影に行ってます淡路島サービスエリアからお届けいたしました。しばらく YouTube の投稿ちょっと滞って申し訳なかったですけども、また帰ったら、活動再開したいと思いますんで、引き続きチャンネル登録といいねをお願いいたします。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。さよならバイバイ、したっけねー。よし、じゃあベッドを直すか。こっち全部ベッドにして、こっちに機材を集中してて、で前の椅子は全部こう倒してねベッド代わりにしてるんですよ。やっぱねこうちゃんと横になって寝るとね疲れの取れ方が違いますよ。めっちゃおすすめですね。まあこれがやりたくて大きい車に変えたんですけどね。